上皇寺仏像群。上皇寺は建武年間1334年から1338年に甲賀六大寺筆頭楽屋寺の末寺として改装されました。その後臨済宗の禅寺として再興されています。上皇寺には重要文化財の11面観音立像をはじめとして甲賀市の文化財に指定されている小観音立像、毘沙門天立像、地蔵菩薩半跏像が所蔵されています。11面観音立像は像高110cmで重要文化財に指定され、藤原時代の造像とされています。小観音立像は像高38cm、毘沙門天立像、地蔵菩薩半跏像は鎌倉時代の造像とされています。